負けた芦田愛菜は恥ずかしい秘密が暴露される。勉強も演技も完璧な芦田愛菜だが、プロ野球の始球式では一風変わった投げ方を披露した。その時の写真がこちら。何すごい変化球だね。野球はちょっと苦手？苦手っていうかも。ちょっと降りてみて。こうやって投げるじゃないですか。そうよ。右と右だもんね。あのこうなっちゃうんだね、ついつい。できてるつもりだったんですよ。全然でしょ。